はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回は、舞い上がれの第63話について話していきたいと思います。はい、今回は、今回もかな、校長がね、あんまりいい調子ではないというところから始まり、最後には一件なんかね、仕事が取れたと、ただ納期がね早いみたいなやつで、みんな頑張ってくれるかみたいな感じでね、幕を閉じたという感じですかね、今回は。そして年内はこの63で最後という感じで、まあなんかこう最後ね、お兄ちゃんがね、横山裕さんが来て、この工場いくらになるんかなみたいな感じで終わりましたけどね。なんか来週はっていうか来年のね、初めもなんかこう厳しい感じのストーリーにはなりそうですね。まあ今回ね、舞ちゃんがすごいなと、ネジ見たけど傷があったのこの一本だけやみたいなね、すごいなみたいなね、心温まるシーンもあれば、同僚っていうんですか、ね、なんていうの、同じね岩倉で働く女の人に嫌味とかね言われてましたね、こう疲れたアピールですかみたいな感じのね、ね、社長の娘にそんな言う人いるんですかね、ね、もっとこうね、よいしょされそうな感じですけどね、普通ならどうなんでしょうね、ねえ、もうなんかその辺がちょっとね、舞ちゃんだって結構会社とかには顔出してたじゃないんですかね、なんかね、あんな冷たい感じかわいそうって感じありますけどね、ね、舞ちゃんが嫌な人ならともかくね、あんな一生懸命3人でやってたところを1人でやってるわけでしょ、ねえ、すごいことですよ。でね、だって1年後にはいないはずなのでね、頑張って、すごいな、ね、そしてあきら兄ちゃんが、なんとヘッドハンティングというかね、他の会社から来ませんかって言われてて、しかも給料倍らしい、ね、だからリーマンショックだろうがなんだろうがね、それでも倍給料出せるみたいなところも、順調なところもあるってことですね。いやー、すごい時代ですね。もうそこで2倍の格差、給料2倍ってすごいですよね。まあどうなるんでしょうね。だけどそのね、人件費も大変だから行ってくれた方がいいような気もするし、でもね、ずっと長くやってた人だから技術がねあるだろうからね、まあその辺気になるところですね、はい、そんな感じで、まあ今週はずっとこう重たい感じですね、まあ重たい感じの中にね、こう温かいエピソードがね入っていくね、はい、なんかね、お父さんのためになんかね作ってあげてましたね、舞ちゃんね、ああいうとことかねいいけどね、高橋克典さんのこう体調も心配なところですよね、はい、年内ちょっと軽く重い舞い上がれでしたが、はい、来年
しみにしたいと思います。はい、そんな感じでしたね。はい、